はい、どうも皆さんこんばんは。ガクチャンネルのガクです。今日はですね、またピークデザインのお話をちょっとします。まあ、新しいね、バッグをまた買ってみたんですけど、まあそれとね、まあちょっと長くなるかもわかりませんけど、私が持ってるね、ピークデザインのバッグの、まあ、おさらいっていうかね、まあ主にはここもうちょっと行けば不満点なかったのになっていうところね、特に、お話をねしてみたいなと思います。まあ、いいところはね、多分買った時にレビューした動画があると思うんで、そちらの方をねご覧いただければいいと思うんですけど、まあ使っていてね、やっぱりまあ不便を感じたとことか、まあこのバッグはいらなかったんじゃないのっていうのとかね、あったりするんで、まあそこら辺をね、ご紹介できたらと思います。まずはね、今日買ったバッグね、じゃん、はい、今回はねビッグカメラの、ウェブの方で買いました。そしたらね、結構ちゃんとなんかピークデザインのなんだ、本店っていうか、海外からね、買った場合とかもそうなんですけど、こういうね、しっかりとした袋に入って送られてくるんですけど、もう入ったまんまね、の状態です。結構おしゃれなんですよこれね、なんかこう紐でわざわざ塗ってあって、結構頑丈な素材のバッグです。でなんか微妙にね、こう PD っていうのが入ってたりとか、このピークデザインのね、なんていうか山みたいな絵の、結局こうパチパチね折ったりして、こう敷居をね、敷居を作るためのパチパチ折ったりするやつのイメージみたいなんですけど、まあそういうのが入ってますね。だから普通に店舗で買っちゃうと、多分こういうのに入ってなくてもう開けちゃったので、だいたいピークデザインのやつは僕見たらガラスケースとかね、ショーウィンドウに並んでますけど、まあもしね、やっぱり綺麗な状態で欲しいなっていうことであれば、多分ネットで買った方がいいのかもかですね。とりあえず僕は今回は、ビッグカメラの、ウェブね、ビッグカメラ .com でいいかな、で買いました、ね。はい、まあポイントもねあったからっていうのもあるんですけどね。じゃあ開けてみましょう。オープン。これなんかパラパラって剥がれるんかと思ったら、そうではないね。どうなってるのか、このまま開ければ、ちょっとなんか汚い開け方になっちゃったけど、プル引けばいい。こういうこと、ここでなんかダメだ、綺麗に開かなかった、失敗。はい、これはもうだいぶ前にね、発売をしてたカバンなんですけど、よいしょ、ちょっとちっちゃいねカバンが欲しかったんです。はい、じゃん。ということで、またビニール袋、これはチャック、じゃん、こんなやつ、なんていう名前のやつかな、これ、エブリデイシングル、スリング、あれ、これバッグの名前だったかな、こんな名前だったかな、何せこんなやつ、こんなやつですね。でこれね、実はね、僕、何だったっけ、ほら本ってブックオフのなんかブックオフのハードオフかかなんかでこのバッグ見つけたんですよ。でもね、中敷きがね、ない状態で8000円くらいだったかな、だったんですよ。で、すごい迷ったんですよ。中敷き別にいらないかなとかね。後で買ったらね、あれなんですよ。アメリカから輸入すれば、やっぱり2000円か3000円かするのかな、その中敷きだけで。で、それだったらもう新品買うんだったら、新品買った方が得かなと思ってね、すごい悩んで。で、結局買っちゃったんですよね。で、僕持ってるのって結局バックパックメインで、バックパック以外のやつっていうのは、僕持ってるの、これ、このちっちゃいやつ、これなんていう名前のやつ、ちっちゃいカバン、こういう風なね、まあ、コンデジちょっと入れれるような感じの、分なんですけど、これはね、ベルトがついてないんですよ。ここにね、
ベルトのところに、あのズボンのベルトね、にこう通してね、固定しちゃうか、あのここにこういうやつが、あのピークデザインのね、カチンってこうワンタッチのやつつけて、ちょっとこれ、ね、あのカメラのね、この紐をあのつけてね、カバンにするっていう、よいしょ、どこに入れたかな。たまにね、出すとね、最近僕ちっちゃいカメラしかね、全然持ち歩いてないんでね。あれ、また行方不明になっちゃったから。そんなこともないんだけどな。まあ、いいか。準備不足ですよね。もう完全にね。はい。どこにしまったかな？こっちか。このやつね。はい、これ。これもね、すごい便利でね。まあ、こう普通に、ここに、こうね、カチンとやって、よいしょ。まあ、使うんですけどね。よいしょ。こういうね。ただ、このタイプっていうのは、やっぱり物がね、こう厚さ見てもらったら分かると思うんですけど、ちょっとそこもね、こう街を広げようと思ったら広がるんですけど、このくらいまでは。ね。だけど、入れれるものがやっぱり限られてるし、ちょっとね、大きくなると、まあ、最悪こういう風な形は止めれるんですけど、すっごいやっぱり見た目不細工になるし、普段使いでね、例えば、財布とか、まあ、カメラじゃなくてね、財布とか鍵とかなんかちょっと買い物に出たい時に使えるようなカバンが欲しいなと思ってね、探してたんです。で、普段ね、ちょっと待ってくださいね。はい。普段ね、僕はね、これなんで、マスターピース。マスターピースっていう、多分これ大阪のカバン屋さんだと思うんですけど、マスターピースっていうところが好きで、一時使ってたことがあるんです。その、まあ、ウエストポーチっていうかね、を結構、こう、長いこと使ってるんです。結構傷んできたのもあって、ちょっと新しいのが欲しいな、なんかね、こういう風なカバンが欲しいな、これはもうカメラバッグじゃなくて普通のウエストポーチなんでね。で、それで、もうこれは前から欲しかったんです、このバッグね。で、やっぱりカメラバッグなんで、こう厚みがあってしっかりしてるっていうのと、やっぱ機能的なんですね。これがすごく気に入って、はい、買いました。まあちょっと見ていきましょうか。まず、表面から言うと、ここに1個ね、まず、ちょっとちっちゃな、ポケットがあります。これも下の方には結構ここら辺まで深さがありますけど、上にはそんなにね、上にちょっとだけ深さがあるようなバッグ。ちょっとだから狭いですよね。やっぱ一番フロントにあるから。で、一番大きな機種のところ。それがこういう風な感じでね、開きます。ガボッとね、もう開くような感じです。これ今袋入ってますけど、これを取ってもね、取ってもやっぱカメラバッグだからある程度ね、しっかりしてます。形は維持する感じね。こんな感じ。ね。で、中敷きがこう2枚入ってて、これを組み合わせ、これはもういつものパターンですよね。こういう風に折ったりとかして。まあ、いろんなレンズとかカメラの、なんていうか、入れるものに対して中敷きをね、うまく使えば、かなり使い勝手できると思います。まあ、僕はもう、基本、まあ、キスMは持っていくかもしれないけど、キスMじゃないな。最近あんまり持ち歩いてないけど、今日キスMでね、久しぶりに撮ってますけど、まあ、大相撲ポケットとかそういったものを入れると思うんでね。まあ、そういう意味ではちょっと中敷きやってカメラっていうか用品やって、まあ、財布とかそういったものを入れて使おうかなという感じなんですけど。はい。で、両側にちょっとだけこう、小物入れみたいなのがついてます。これ両側にありますね。こことここ。ね。で、ここら辺はもう全部ね、なんていうか、この中敷きのとこがマジックテープになってるんで、これが付きやすいように、付くやつになってます、この素材ね。で、あと、フロントの方に1個、チャックが付いてます。なんか入ってるな。ベルトのなんかかな？あ、ベルトを留めるやつですかね。で、あと、シールと、入ってます。なんか注意書きが書いてますけど、後でちょっと見てみたいと思います。締め込んだ時に余ったやつを止めるやつだと思いますね。これね。はい。
ということです。ここはね、ここは SD カードとかなんかそういったものを入れる小物入れがあります。まあ SD カード、USB メモリーくらいは入るかなっていう感じですね。僕結構ね、こういう風な小物入れあんま使わない。使わない。だからこれだったら逆にあのペン刺すようなね。まあこれも今言ってるだけで iPad mini ね、Apple Pencil 使えるようになったから、今僕が欲しいだけでね。そんなこと言ってますけど。まあこういう感じ。で、ここにね、この一番後ろ側、後ろ側って体側ね、体側の方に iPad とかそういったタブレットを入れれるような、ものがついてます。ここね。で、マグネットで、こうね、開くような。どうなんでしょうね。深さこのくらいから、iPad mini が、すぐ出るかな。iPad mini が、これね。だミニでちょうどくらいじゃないかな。あ、そうそう、ミニでちょうどですね。ミニでこんな感じ。もう上が、やっぱり、もう磁石ひっつかないですね。ミニ専用みたいな。ちょうどいいね。ね。普通の iPad はもう入らないから。ね。こんな感じです。はい。で、まあ、中はこんな感じかな。他はないかな。なんか隠し、なんかアイテムっていうか、こうね、時々ピークデザインのやつね、凝って作ってるんで、結構動画とかはね、ピークデザインのやつ見て買ってるんですけど、意外とこう、後からなんか気づく、あ、こんなとこにこんなんあったんだみたいなね、結構あったりします。で、この今外そうとしてる、このペラペラに結構ね、何でもかんでも書いてあるんで、まあこれ見ろっていう話なんですけどね、そういうことです。あとなんか注意書きが書いてあるけど、これなんだろうな。ベルトの、ベルトのやり方ですね。ここに引っ掛けてやれてか。これね、ピークデザインのすごくいいところが、このベルトなんですよね。僕はもうすごい気に入ってるんですよ。このね、伸び縮みがすごいしやすい。今もこれ書いてたのは、伸ばすときは多分、これ持って、ここに、このね、ベルトのここに指を入れて、スッとやれば、簡単に、いけるっていうね、パターンなんですけど。まあ、こうね、こう閉まってるでしょ?閉まってて、ここに、ね、このベルト、この前に出てるこれね、これに指を入れて、シュッとこう、ちょっと、入れるだけでもう動くようになっちゃうっていうね。で、これがすごく楽。よく考えられてるなと思います。これは他のカバンもね、共通してるんですけど、すごく便利です。あとはだから伸ばせるのは、だからこのね、今言ってたところと、あとここにもなんかこれついてるけどな。これは伸びるとかじゃないよね。これは多分調整機能の、この中に何か入ってるわ。調節できんねや。こんだけ余分があるんで。だからかなり長くできそうな。反対も同じですね。反対もあるんで。だから、肩掛けにするとか、まあ、いろいろ、たすき掛け状態で使うとか、こういう感じ?ちょっと短い。これはいかんな。これ長く。まあ、だから、そこら辺はすごく調整して、まあ、僕が体大きいからっていう、結構伸ばさないとね、使えないというのもありますけど。はい。よいしょ。まあこれ伸ばしてみましょうか。よいしょ。このぐらいかな。ね。こんな感じで。これでも、肩掛けのこのね、パッドみたいなやつが、なんかいいところに来てほしいですね。こういう感じ?見えないな。うん。まあ、大きさ的にはね、違和感がないかなと思います。別に普段使いとしてね、ちょっと買い物行ったりするときに使ってても、問題はないと思います。あと、これまたついてたんですけど、これね、一部のカバンで、こういうふうな、なんていうかな、リングっていうか、ボタン式みたいなのになってるんですよ。こうやって。もともとはね、よいしょ。もともとはこういう風に止まってるんですけど、これがペロッとね、ここボタンになってて外れるんです。で外れてね、これね、
盗難防止用のやつで、どこかな、ここか、この横のとこかな、こういうとこにこうやって通してあのボタン止めるっていうね感じでやると、ね、簡易ロックみたいな感じになるんですよ。 こんな感じね ここかな、ここでいいんかな、ちょっと分かんないけど、そしたらもうこれチャックが開かないですね。こういう風にここで一応固定されちゃってるから、開けようと思ったらこのボタンを外してあのこのベルトを抜いてね、いやあのもう一回ボタン止めるというか、まあこれで開きますね。こんな機能がね結構あのやっぱり盗難っていうかね、あの海外ではやっぱりそういうのが多いんでしょうね、あのスリとかね、そういうのの対策として一応そういう機能がついてます。であとはここのさっきベルト通してたとこにキャプチャーがつけれます。あのカチャンってやるんですよね。だからあのこれをセカンドバッグ、ウエストポーチとして使っといて、ここにあのキャプチャーつけてカメラをねこう一時的にカチッとこうつけるなんていうことも、できます。はい、機能としてはねだいたいこんなもんかな。まあ、これもベルト、ここの後ろのね、ここ、さっきあの、残ってるベルトが入ってたとこね、ここに、あの、ズボンのベルト通しても、でもちょっとやりすぎか。これはやっぱりこの、余ったベルト隠しとく専用かな。うん。まあ、そんな感じです。まあ、機能としてはね、あの、とても、あの、シンプルなんですけど、あの、使い勝手はね、多分、こんだけ容量があるんで、しかも形状がある程度記憶されてるっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、ここからはね、またピークデザインの、他のバッグのね、話になってくるんですけど、今、一番僕の中で活躍してるのはこちら。なんだよ、トラベルなんとか、ってやつね。これが一番もう活躍してます。メインのバッグになってます。で、まあ、このバッグはね、すごく機能的でいろいろあるんですけど、もう基本的に物を入れるところは前のベロンってめくったね、ここのところと、この中側のね、中側ってこう背中側を基本的に開けるんですけど、まあ、ここにあるドカンと大きな機質、これがね、あのポイント、ちょっと下げますか。はい、大きなやつね、これがもうメインの、ものになってます。で、まあ、こういうところにクリップでね、止めて、このカメラバッグっていうのを固定して、で、横からね、この中にアクセスするっていう機能が、まあ、特徴になってたりするんですけど、あの、このカメラバッグも僕、でっかいのと、ちっちゃいのと、あの、中くらいのやつと全部買ったんですけど、一番よく使ってるのは、やっぱりこの一番ちっちゃいタイプを使ってます。よく使います。ね。で、どういうふうに、使ってるかというと、結局サイドからアクセスをするんで、よいしょ、こんな感じね、背負ってる状態でも横からねこういうようなものが、取れると。しかもちょっとうるさいな、だいたいこういう風にね肩からグッと1個外してやるんで、ここをお盆代わりっていうかね、こういう状態にして開けるんで、まあ、物を落としたりもしないし、まあ、ちょっとこうレンズ付け替えたりするのも、ここをお盆、机代わりにしてこうね、やったりとか、まあ作業台みたいに使えるっていうのがね、すごくいいかなと思います。これね。で、このバッグの逆にダメなところ、ね、を言うと、さっきあの、ピークデザイン、ベルトがすごい便利だよっていう話をしたんですけど、このベルトがね、使いにくい。なんですよ。これ見えるかな？ちょっと持ち上げてやるの、ちょっと中いろいろ入ってるからあれなんだけど。まあ、下のところはね、これ余ってるやつはなんかスライドっていうか、本当に止めてるだけなんですよ。止めてるっていうかね。で、このベルトのね、ちょっと邪魔だな。このベルトのやつね、金具もね、上に上げれば、こう、緩んでいくっていう感じなんですよ。ただ、あの、この伸ばしたいとき、伸ばすっていうか締め込みたいとき、背負ってからね。このベルトと、この、今ここ二重になってるでしょ。この間に指を入れるときにすごく入れにくい。だからこう引っ張るときに、こう締め込んで。
この作業がね、ちょっとやりづらい。なんかやりづらいんですよ。これね。これはね、こっちのエブリデイバックパックの方がすごくやりやすかった。これね。で、これはもうベローンとこう、なんですか、余ってるやつは垂れ下がってるだけなんですけど、で、ここの、なんですか、ベルトのこの金具の部分にこういうベルトがね、ついてて。で、締め込むときも、ここがまあ、ついてないっていうのと、太さがさっきのやつよりも太いんですよ。だから、ぐっと締め込むのがね、締め込みやすいんです。外すときもこのベルトがついてくれてるのが、かなり楽に、いきます。で、ここも二重になってくれてて、まあ、これ以上いかないようになるところもある程度こう、厚みもあって、横幅もね。で、すぐにこう、パッとできるんですけど、ちょっと両方は無理か。こっちの分はやっぱりベルトがね、細いんですよ、ここが。だからちょっとね、そういう意味では、なんか使いづらい、僕は。ね。はい。そこが一番このバッグ、あと、こっちのエブリデイバックパックは基本防水なんです。だからこのまま雨が降っても大丈夫。ね。うるさいなぁ、ピコピコ。大丈夫なんです。ただ、こいつの場合は、レインカバーをつけてあげないと、ダメなので、それもちょっと不便かなっていうね、感じがしてます。こいつね。レインカバーね。これも別売りなんですけど、この下のところから、こう出すことができます。これレインカバーね。この中に入ってます。だからもう、この状態でチャックを開けて、ガボガボっとやればもう、装着完了。で、直すときも、ここちょっと引っ掛けてるんですけどね、この下でね。この状態で直していって、こうやって、またここに隠しておくと。まあ、そんなに、めんどくさいこともないんですけど、僕最近バイク乗ってるんで、まあ、急に雨降ってきたらね、カバンの、こう、なんですか、守るっていうこともしないといけないとなるとね、カッパ着るのもあれば、カバンにもこれやるっていう、ちょっと手間なんですけど、すごくめんどくさく感じてしまって。で、それだったらもともとね、防水っていうか、まあ、防水って言っても、その限度があると思うんですけど、こっちの方がまだマシかなというふうに思って。まあ、最近こっちをね、バイクの時は使ってたりもします。だけど、荷物が多い時とかはね、やっぱこっちなんですよ。あと、こいつのいい機能はね、まあ、ここがまず、こういうふうに容量アップ、ね、真四角にできるっていうのと、いざとなったら、ここのね、前のとこの機質を、こういうふうに、増やすことができるんですよ。こうやってね。で、しかも、この前のところ、ね、ここに物入れれますよって言いましたけど、これも中にね、このメッシュ状のチャックついてるやつがあるんです。ここもオープンに開けれます。こういうふうに。ね。だからこの1枚目のやつも、全部、この中敷きみたいなのを取っちゃって、全部を一つとして使えるんです。しかもかさ上げしてね、やればかなりの量入ります。だから、なんていうかな、普段使いでも、特に、まあ最近バイク乗ってるからかな、例えばどっかのスーパー寄って物を買ったりとか、した場合とかでも、全然こいつだったら入ります。まあ買うものにもよるけどね。だけど、便利。いざっていう時に便利、すごく。容量がね、アップできるっていうのが、すごく便利です。もともとね。どうしてもこっちのエブリデイバックパックのやつの場合は、基本横からアクセスして、こういうふうにね、横に物を入れていく感じになるんで、でっかく一つを使うっていうことになると、中敷き全部取っちゃわないとダメだし、そうすると、カバンとしての強度もちょっと弱くなったりとか。で、大体もう剥がしたりするのめんどくさいんですよね。この高さとかはもう一定にしときたいんですよ。このまま置いときたい。なんでかって言ったら、中に入れるもうスポット入れれる、自分の入れれるサイズにこう高さ調整してるから、変にずらしたくないんですよ。だから、まあ、なんていうか、そういう、もうあんま買い物しないよっていう時は、全然、こいつでもバイクの時特にねいいかなと思って使ってます。使い分けをしてますね最近。僕カバン大好きなんでね、
いっぱい買っちゃうんですよね、カバンね。はい、ということで、まあ、こんな感じで使っています。で、この中でも、その、こいつ、テックポーチってやつね。このポーチ、この、なんだっけ、トラベルパック、パックじゃないわ。なんかこのシリーズが発売になった時に、いろんな、こいつで使うカバンっていうのが発売をされました。まあ、カメラバッグのね、カメラキューブだったかなっていう、こんなでっかいやつ。これファントム入れるのに使ってたりするんですけど、こいつとか中くらいのやつとか、まあいろいろね、あるんですけど、その中で、まあよく使うのはこのテックポーチ。ね。これ便利です。とても。まあ、こんな感じでいろいろね、小物をぶっ込める。で、ここにね、ベルトよく考えられてるんで、ここにベルトがついててね、だから、こういう風にベルトに手を突っ込んで、こういう風に持ってたりするんですよ。まあ、よく考えてるでしょ。ね。で、こういうところに、こういう、これは僕がつけたんかな、後で。別に買ったような気もするけど、ついてたんかな。こういう風にしたら、さっきのベルトね、ここにつけて、カバン、ちょっとしたカバンにも使えます。だから僕は、今日紹介したこいつ、買う前は、もう逆にこいつに財布入れて、外買い物行くときは持ち歩いてたりもしたくらいね。まあ、ガジェットがね、やっぱり充電、バッテリーとか、まあ、ケーブル類とか、例えば SD カードとか、まあ、大体僕にとって必要な、重要なものっていうのがこの中に入っちゃってるので、まあ、そういう使い方、これ一番使いやすいです。で、逆に、使いやすい方からいこうか。他によく使うのね、こいつ。これ何かっていうと、服入れるポーチっていうか、やつなんですけど、このやつね。まあ単純なやつでしょ。これも、こっちがメインの、ところが一つあって、この裏側ね、サイドにチャックがあって、ここにもちょっとした小物入れがあります。まあ使い分けとしたら、例えば、ここのメインのところに新しいもの。で、例えば、こっち側に汚れたものとか、まあ、そういう感じでね、まあ、ビニールに入れて汚れたもの入れてもいいですね、パンツとかね。そういう風な使い分けとかをしてます、僕はね。で、これがいいところっていうのは、これもね、どこだ。ここ。これ開いてるんですよ。開いた状態で、ここチャックがあるんです。チャックがね。で、こいつをね、ぐるりと回すと、じゃーん。伸びました。ね。これ、単に、これ、容量が増えますよっていうだけじゃなくて、ここへ着るものとか入れるでしょ。ね。入れて、まず上の蓋を閉めます。ね。こういうふうに。ただ伸びた状態でしょ？この状態ね。この状態で、中の、チャックを閉めます。もう、だいたい言いたいことは分かってません。これで圧縮がかかります。まあ、俗に言うコンプレッションバッグってやつかな。手やつです。ね。ピークデザインのやつの、コンプレッションバッグみたいなやつ。ね。これのね、これもね、大と小があるんかな？大と小かな？これ。これ小の方です。小が使いやすい。大はね、大きすぎる。買ったけど、一個。ね。僕は、んで、まあ、無駄な買い物しちゃったね。小を二つ買いました。二つっていうか、一個買って継ぎ足して一個。まあ、これなんで買ったかっていうと、まあ、他に買うものがあって、もう、海外から買うんで、送料一緒なんで、まあ、それだったら、ちょっと、旅行行った時に、すごいこのちっちゃいやつが使いやすくてね、2個あったらいいなと思ったんで、もうついでに買っちゃいました、これがね。で、これが2個あります。これ便利だと思います。このサイズが便利、特に。そう思って使ってます。逆にいらなかったもの。一番いらなかったのはこのシャワーのポーチかな。シャワーというか化粧用品入れるやつ。ね。まあ正直だから、まあ例えば、アウトドア行くときはまあ歯ブラシくらい持っていくし、荷物できるだけ減らしたいから、髭剃りとかも持っていかないし、まあ歯ブラシくらい、歯ブラシと歯磨き粉くらいになるんですけど、まあ入れるとこはね、こういっぱいね。はい、どうもすいません。またね、お話が長くなってしまって切られちゃいました、カメラに。ね。すいません。はい、このシャワーポーチやったかな、なんか、ポーチのお話ですけど、まあ、何せ、
まあ、綺麗に何も入ってませんけど、まあ、僕のスタイルではあまり使わないっていうことが分かりました。ね。だからまあ、本当だったらそういう、ヒゲ剃りとか歯ブラシとか化粧品とか、まあ、そんなものを入れて、ね。で、ここにフックもついてるから、こうやってね。だから旅行行ったホテルとかで、こうやってフックやって、こういうふうに、壁とかなんかそんな、タオル掛けみたいな引っ掛けて使えば、アクセスも取りやすくて、しやすいですよっていう商品なんですけど、そもそも使わない。だから、買う必要なかった。これ失敗ですね。これはいらない。と思いました。人によってはね、よくだから仕事で出張する人にはもしかしたら必需品かもしれないですね。こういうのはね。ヒゲ剃りとかも常に持ち歩かないとダメだから。だけど僕の場合は、要するに遠出するって、まあ出張もないことはないですけど、まあ遊びに行ったりする場合には、まあホテルについてますもんね、ホテルだったらね、ヒゲ剃りとかね。まあそんなに肌も弱くない方だから、まあ全然ヒゲ剃り普通のホテルのやつでいけるし、まあ、いらなかったですね、これね。はい。あとはね、まあそんなもんか。ね。今、ざざざっと話してきましたけど、ピークデザインのやつでも、やっぱり自分の用途に合ったカバン、まあ、よく、もう中に入れるカバンですけどね。特にそういうのはちょっと、選んで買われた方がいいかなと思います。僕ももったいないことしてるんでね、結構高いやつなんでね。あと、こいつもなんかね、セットになってって買っちゃったんですけど、こいついらない。こいつ最初ら辺に買ったんですけど。本当に使ってない。もったいない。新品ですよ、これ。もったいないね。だから、すごく、そこら辺は選んで買われた方がいいかなと思います。あとね、これも地味に高い、なんぼしたかな、ちょっと忘れちゃったけど、もうカメラ用っていうか、いろんなものに使えるベルトね。これもようできててね、このベルトのこのバックルのとこね、こうパチンって上がるんですよ。パチンって上がって。で上がった状態で、これを引っ張ると、ぎゅーっと長く、短くなって、固定するときにはパチンとこうやれば、しっかりね、固定できるって。これすごいね、使いやすいんですよ。やっぱ高いだけあってね、質感もいいですしね。そういうのが、僕は気に入ってます。はい。ということで、今日はね、こちらの方、新しいね、ピークデザインの買ったバッグ紹介しました。別に、前から出てた、商品ではありますけどね、僕がまあ買いましたというね、ご報告と、ピークデザインのバッグの今まで持ってた分のなんか総括みたいなね、感じのレビューをさせていただきました。これからもね、またピークデザイン僕すごく気に入ってるんで、バッグ出たりしたらね、また買うかもしれないんで、その時はまたレビューを、僕なりのレビューをね、させていただけたらなと思います。そしたら、今日はこの辺で失礼します。さよなら。